なんだ？よし。攻略会議を始めましょう。どうかな？ん？頼むな。わかったわ。それではボスの攻略に向かいましょう。
う、キリト。この層のアクティベート、済ませてきたぜ。わかったわ。食べるのか？そうだよ。キリトならこのくらいの量ペロッと食べちゃうよね。ねえ、あんたの料理スキルってどれくらいなの？料理スキル？持ってないよ。がないって、おいおい、それならそこの長級シェフに頼んだ方がいいんじゃねえのか。キリトがそう言うなら私もそれでいいよ。私なら二つ返事で引き受けるわよ。 S 級食材なんてそうそうお目にかからないし。うん、任せておいて。おい、キリト、俺はラグーラビットの剣を常々恨みに思っていたんだが。よーし、行ったな。今回は食わせてもらうぞ。水が料理なんて珍しい。
とした気まぐれってやつよ。私もお料理したいです。それじゃパパに美味しいもの食べさせてあげようね。私も一緒に作ってもいいですか？うん、もちろんよ。だってみんなでお料理するみたいだし。そうそう、みんなでお料理しよう。はい、よろしくお願いします。みんなが作るなら私も作るし。どうするって？食べたいの？私の料理。冗談よ。で、何を作ろうかしら。相当いい食材なのよね、これ。勝手はわからないけど、聞きながらやればなんとかできるんじゃないかしら。その代わりちゃんと完食しなさいよ。シノノも一緒に頑張ろう。わかんないところは教えてあげるからね。誰が一番美味しい料理を作れるか競争しようか。競争ね。それだとアスナが1位確定になっちゃうけど。それなら大丈夫。私がみんなのお料理を完全監修してあげる。それよりも何を作りたいか、こっちの方が重要になってくるわよ。なるほど、味はアスナの保証付きってわけね。それじゃあ誰が一番キリトが気に入る料理を作ったかで勝負しましょうか。審査員、よろしくね。できたわよ、キリト。リズベット特製チンジャオロース一丁上がり。どう？って言っても味はアスナの保証付きだけど。彩りの代わりにちょっと人には言えない食材使っちゃったけど。でも問題なく食べられているみたいだし大丈夫みたいね。
ハンバーグです。食べてください。それは手がちっちゃくて、でも数はいっぱいありますよ。またお料理作ったら食べてくださいね、パパ。はい、できたわよ、一応。でも、いくらなんでも出来上がるのが早すぎて不安だわ。ローストビーフよ。最低でも作るのに2時間がかかると思ってたんだけど。どうぞ、口に合えばいいんだけど。美味しいのは食材の良さと、アスナが手伝ってくれたおかげ。まあ、そうだけど。気に入ってもらえたならよかったかな。キリトさん、私の料理もできました。その、私、あんまり料理とかしたことないから、普通の肉じゃがなんですけど。手伝ってもらって途中まではうまくいってたんだけど、盛り付けたらなんか美味しくなさそうになっちゃって。
はい。これ。牛丼。大丈夫？でよかった。そっかそっか。見た目が変でも味が美味しいなら合格だよね。なんか私のよりすごい見た目。味は大丈夫。はい、キリト。あーん。キリトくん。やったー。でしょでしょ。トマトソースを作ってたら遅くなっちゃったけど。決めてもらいましょうか。キリトは誰の料理が一番だった？